シボレーオパラはアメリカの自動車メーカーであるゼネラルモーターズのブラジル現地法人が1969年から1992年まで生産していた乗用車。1966年にゼネラルモーターズのブラジル現地法人ゼネラルモーターズルブラジルが当時各班を進めていたシボレーブランドのトップレンジをプロジェクト676の名で開発していることを発表し、 その後1968年11月に行われたサンパウロモーターショーで生産型がオパラの名で公開され、翌1969年より販売が開始された。オパラは1960年代中盤に同じゼネラルモーターズの子会社である西ドイツのオペルが生産しベストセラーとなっていた中型車のデコルト C をベースに 丸型二等式ヘッドライトとアメリカ車的なフロントグリルのデザインに改変したもので事実上同車種のバッジエンジニアリングであった。なお、オパラはブラジル現地法人にとって初めて導入する乗用車であった。販売開始当初のライバル車種はフォードのブラジル現地法人がアメリカで販売されていたフルサイズセダンのギャラクシーをベースに開発したギャラクシーと LTD そして同じくアメリカで販売されていたコンパクトセダン及びクーペをそのまま導入したマーベリック・クライスラーの現地法人が生産していたダッチダート、ウィリス王が製造していたアエロウィリス2600などであった。また1973年にはオパラの下を担う車種としてゼネラルモーターズのグローバルカー構想に基づき開発された T カーをベースに開発されたシェベ なお同社は、イスズジェミニの兄弟車種でもある。オパライスペシャル、コモド、ロの1988年から1992年型のダッシュボードその後1975年と1980年、1988年の3回に、わたり、フロントグリルやヘッドランプ、リアランプ、ダッシュボードやシートのデザインをはじめとする内装デザインの大幅衣装変更。 さらにワゴンやニドアハードトップなどのボディタイプやレーシングストライプを施した上にセミバケットシートを標準装備したスポーツモデルの SS 仕様の追加、エンジン仕様の追加を含めたビッグマイナーチェンジを行った。また1975年のビッグマイナーチェンジの際に上級仕様がコモドーロとして独立したほか、1980年にはさらに上級モデルとして ディプロマーターが設定された。その後もマイナーチェンジを繰り返し、マイナーチェンジごとにダッシュボードデザインの変更や、大型バンパーの追加、角型変形ヘッドランプ、新型オーディオやパワーウィンドウ、アルミホイールや四足オートマチックトランスミッションなどの装備がおごられ、アップデートが行われた。これらのビッグマイナーチェンジを受けた上に、1 9八十年代初頭から半ばにかけて、 ライバル車種のギャラクシーやマーベリック、ダッチルバロン、FNM アルファロメオ2300リオが生産中止となり、自国の自動車産業保護のための完成車輸入制限が行われていたブラジル国内市場でライバル不在となったこと。さらに、1980年代のブラジルの経済危機やハイパーインフレを受けて、ゼネラルモーターズが 新型車投入という大規模な投資を躊躇したこともあり、販売開始から23年後の1992年まで一度もフルモデルチェンジを行わずに生産され続け、ゼネラルモーターズのブラジル現地法人切手の長寿モデルとなった。なお使い勝手の良さと適度なサイズからパトカーや観光庁の公用車、さらには高級タクシーとしても多数が導入されたほか、 シリア、ウルグアイなどの近隣諸国にも輸出されるロングセラーとなった。販売開始から20年が過ぎた1980年代後半には旧大化が進み、さらに完成車の輸入制限が緩和され、ライバル車種が増えて販売台数が落ちてきたことを受けて、1992年に生産が中止された。同じくドイツのオペルで生産されていたオメガ A をベースとしたシボレーオメガが、 後継モデルとなった。2度アクーペ 4100cc インゴホフマンにより、ストックカーブラジルに出場していた SS デビュー時に4気筒 2500cc と6気筒 3800cc エンジンの2種が用意され、その後1971年に6気筒エンジンは 4100cc に排気量がアップされた。また、1980年にはエタノールエンジンも追加された。 デビュー当初は3足よび4足のマニュアルトランスミッションのみであったが、その後5足マニュアルが追加されたほか、3足よび4足のオートマチックトランスミッションも追加された。デビュー当初は4ドアセダンのみが用意されたが、その後1975年のマイナーチェンジ時に、2ドアのピラーレスハードトップクーペと2ドアのステーションワゴン、キャラバンも用意された。2ドアのステーションワゴンモデルは、 ベースとなったオペルレコルト C にはないブラジル専用モデルであった。なお、1988年のビッグマイナーチェンジの際に販売台数が少なかったに、ドアピラーレスハードトップクーペは生産が中止され、その後キャラバンも生産が中止された。なお、ブラジル国内のコーチビルダーによってリムジンモデルが少数生産された。標準型のエスペシャルと メタリック塗装や、モケットシートなど、内外装の設備を充実させた上級型の、ルーショさらに、レーシングストライプ、セミバケットシートがおごられた、スポーツモデルの、SS が用意された。なお、6気筒 4100cc エンジンの、SS は、ストックカーブラジルなどのレースモデルのベースとなっていた。2016年、ブラジルのサンパウロ市にあるロジャー・オフェルレシーは、 しぼれオーパラペダル車を製造しました。オパールをベースにしたこの種のおもちゃが製造されたのは、これが初めてでした。コモドーロ2ドアクーペ、ディプロマータ1975年に行われたビッグマイナーチェンジの際に、ルーショの6気筒モデルにモケットシートやカセットステレオ、メタリック塗装やストライプシール、ビニールルーフを標準装備させ差別化させた上級モデルの コモドールを設定した。1980年により上級なディプロマータが登場するまでの間、コモドロがブラジルにおけるゼネラルモーターズの最高級車種となった。さらに1980年に行われたビッグマイナーチェンジの際にエアコンやパワーウィンドウなどの装備を充実させアルミホイールや フォグランプを標準装備とするなど内外装の衣装を変更したコモ道路のさらに上を行く上級モデルとしてリプロマーターが設定された。1990年代に入るまでブラジル政府が自国産業保護のために外国車の輸入を原則禁止していたこともあり、フォードのマーベリックやギャラクシー、ダッチルバロンや f n m アルファロミオ2300リオなどの ライバル車種が1980年代に立て続けに生産中止になった後は、これらの上級派生モデルがブラジルで唯一の高級車として企業役員や政府交換向けの公用車としても使用された。ありがとうございます。